幸せで面白い人生を生きる人とそうでない人の違いっていうのはごくごく日常的に起きる偶然を読み解いてつかめるかどうかなんですよね Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room 今日はなんとですね本田健さんの出演していただくことになりました、はい、ケンさん本当にどうもありがとうございます,しいしますなんとですね今日はもう本当に すごい嬉しいお知らせがあるんですねあの大富豪からの手紙読んだことはありますかもうこれはね本当に偉大な本ですごいでなんとですねけんさんと一緒にこの本のオンラインコースを作ったんですはいいけんさんありがとうございます、はい、ありがとうございます、えー、私が書いた大富豪からの手紙ですけれども高層10年 そして実際に執筆には3年かかってこれまで100冊以上の本を書いてきましたけど、まあ、その中で一冊代表作というふうに言われたら、えー、この本を先に読んでくださいっていう本が代表からの手紙ですそう研さんの八ヶ岳の研修センターに行って2人でもう本当に僕が一つずつチャプターについていろいろ質問させてもらったんですね。本本当に僕はこの本も 大好きですっごいお勧すすめしたいんですけれども、まあ、ざっくりこの本を、うん、どのような本にこれはですね人生で大切なものっていろいろあると思うんですけど、うん、それ一冊にまとめたいとずっと思っていて、えー、まあそれにはやっぱり学びっていうのと旅っていう二つの要素があるなと思ったんですね、はい、で僕は人生でいろんな変化ってやっぱり旅の途中に起きてるんですよ、うん、なのでぜひ旅に出ていただきたいってこともあって でまあ、このストーリーにしたんですけど、うん、え簡単にストーリーをお話しますと、えー、20歳の,あの佐藤恵っていう青年が、はい、え弁護士から連絡をもらってで手紙を受けけ取るわけです、はい、でそれはその彼のおじいちゃんの大富豪だったおじいちゃんが手紙を残していてでそれを開くと「えー、全財産は教育の財団に寄付してしまったから君にはお金を残さない」とその代わり9つの手紙を残したから。面白いで,す、ねでそれを えー、手に旅に出なさいという手紙が最初の手紙なんですねお金じゃなくて、はい、あえてお金じゃなくて財産じゃなくて、うんはい、その若い子に手紙を送るっていう。そそのにはその テーマがあって、はい、で九つの手紙の最初のテーマは偶然、え、うん、そして決断行動ってまあテーマがあるんですけど、<ー>それを佐藤恵青年が開くとドラマが起きて、うん、でそして一個ずつまたそのドラマを開くあのドラマ手紙を開くたびにドラマが起きるっていうまあ、そういうストーリーなんです。うんうん、でこれはですねそのいろいろ考えて、その例えば決断してから物事が進むとかっていうよりも 実は普通の生活をしている中でありふれた偶然から人生ってスタートしてるんですよね。はいはい。あの成功してる人たちにたくさんインタビューしましたけど、その人たちも急になんか成功したわけじゃなくて、うん、ごくごく日常生活で先輩に誘われたり、はい。あるいはなんか新聞記事で読んだり、えー、テレビで見たり、なんかちょっとしたあれっていうのからすべて人生変わってるんですよ。うん、例えば今ハラハワイでですね、アロマセラピーのサロンを何店舗経営してる人がいます。はい。で彼女 OL 時代に そのテレビでハワイ、はい、そしてアロマっていうのを何回も何回も見ててである時、えー、ハワイの海辺で、えー、セッションしてる人の番組を見て、うん、これだと思ってハワイに行ったわけですまあ例えばそういうテレビで見たこういう本で読んだ誰かと出会ってちょっと話を聞いたっていうところから人生ってスタートするんですよはい,はい、はい、ということは幸せで面白い人生生きる人とそうでない人の違いっていうのは ごくごく日常的に起きる偶然を読み解いてつかめるかどうかなんですよねそれ本当にそうですよね、うん、だって僕のキャリアも12、13、はい、年前に仲間のスティーブっていう友達がおいクリスこれお前読みなよって言われて、うん、読んだ本がトニーロビンズだったんですよんそんな感じでなんか軽く出てきたんですよねうんうん、うん、そういうことなんですで友達から借りた本を読んで、うん、そこから人生て転化していくんですよね、はい、まあそれと同じようなことが疑似体験されるようになってて、うん、で手紙を開いた偶然で 北海道に行ったり京都に行ったりあとバンコクに行ったり、まあ、そういう,こう、まあ、不思議なことがいっぱい起きるんですけど、えー、まあ皆さんもぜひそういう偶然を追いかけて、うん、え面白い人生生きてもらいたいなっていうのは僕の願いなんです、うん、で僕も実際このように生きてきましたし今でも面白い偶然をね、うん、のクリスさんとの出会いもそうですね、うん、皆さんともそういう形でどっかで出会えたら楽しいなと思ってます、うん、でチャプターが9つあるんでチャプターだけ今読んじゃっていいですか、はい、まず「偶然」っていうのが来るんですよね偶然 が出てきたら何すればいいの？決断っていうテーマもあって、で今度その決断の後に直感っていうのもあるんですよね。うん、この順番が結構大事なんですよ。この順番が結構その後に行動ってチャプター4の行動っていうのが入ってくるんですよね。うんうん、その後にまあお金、仕事でその失敗っていうのもあって、この失敗の学び方、失敗どうやって向き合っていくのか。 で人間関係運命っていう形に流れてるんですけれども、うん、クリスさんはどれが一番好きですかこれ人によって全然違うんですよ、えー、そうですよね、うん、や僕は偶然は,すや,はやばいやばいであともう一つはこの運命と宿命っていう話が あるんですよこの最後の九つ目ですよね運命っていうところでこの話知るかしないかで相当人生が変わってくると思うんですよまあね、僕が運命と宿命説明するのもあれなんでせっかくケンさんがいらっしゃるんでちょっとケンさん運命と宿命について簡単に教えていただけないでしょうかはい簡単に話しますと宿命っていうのは宿る命なんです皆さんが生まれた時に決まってるものなんですよねお父さんお母さん家柄経済状態 えー、住んでいる地域、国もそうですよね。うんはい、で、皆さんの、その、例えば、健康かどうか、病気がちかどうか。うん、かっこよく生まれるのか、それとも、そうでないのか、うん、美人なのか、そうでないのか、頭がいいのか、悪いのか。ええー、かけっこ、速か、速くないかとかっていうのは、もともと決まってるんです。うん、で、それは変えられないんですよね。うん、で、運命っていうのは、運ぶ命って書きますから。 その後皆さんが努力したら賢くなれるし努力したら性格も変えられるしえ自分で変えられるものなんですで人生の悲劇は変えられないこの宿命を変えようとしてでそしてえ変えられるのに諦めてしまったりとかっていうところが難しいところでなので変えられないところも変えられないんです両親は変えられないわけですでも自分でこう変えられる裁量があるところもあるんですよね例えば不健康で生まれたとしても病気がで生まれたとしても 毎日節制することによって健康というものを手に入れる人もいればせっかく宿命ではいい体をもらっているのにタバコをずっと吸ったりだとかその暴飲暴食してたらやっぱり若くして亡くなる人もいるわけです、うん、なので皆さんの,その持って生まれたものと、うん、それから自分が変えられるところのこの違いをどうするのかここなんですよ。 まずそれがあるっていうのがポイントワね。その自分がこういう家族で生まれたら自分もこういう親みたいになっていくっていうのが間違いなくねやっぱり親の影響とか親の周りの人たちとかも考えるとその影響は強いんですよ。うで,、うん、でこれは面白いこと例えばあの親とか全員医者というとまあね。あね僕の友達でその親戚もあの兄弟も全部医者なんですけど。 これだけ才能があったとしてもやっぱり医者になるのが当然だっていうふうに思われてしまったり<ー>逆にその独立自衛でみんな商売人なのに自分だけ大学の先生になりたいとかこれも同じようなことなんですよ、ね、そう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 ,そう,そう,そうもう本当に3代目のねなんかビジネスの家族でその3代目の長男がミュージシャンになりたいとか言ったらね、もう大変なことになる <laughs> とりあえず金稼げみたいなねそうそう何言ってんだお前とかそんなのダメだぞとか言われるんですよでそれを何が宿命で で、今度親の宿命とかも考えることができるんですよね。あ、親も宿命があるからこう言ってくれてるんだとかで。そうするとこの言われたことと、自分の運命、自分のやることに距離を置くことができるんでね。もっと冷静に判断できることが分かってくるで、今度自分の運命に飛び出すっていうのはやっぱちょっと。 飛び出さないといけないんですよ。でこれを何回かやらないといけない。でそうするとこっちの逆にこっちの波に乗れるっていうのがあって本当にねこれは素晴らしいトピックだと思うので、はい、ぜひあの皆さんこういうなんか今あちょっと感じたなって思ったらぜひねこの運命のチャプターもぜひあの見ていただければと思います。このコースはねあの本ってやっぱりなかなか一冊にまとめないって難しくて。 あのこののページも3 3倍ぐらい書い書て3分の1でしたんですよ、うんうん、なので今回クリスさんにずっと一つのテーマに、まあ、1時間ぐらい話させてもらって、まあ、その後ベスト版をちょっと短くしたっていうのを9回やらせてもらったでしょ <laughs>、はい、なので自分もすごく整理できましたし皆さんも多分たった1時間で宿命と運命とかそれぞれの人生の大きなトピックについて学べるっていうのはとってもあのお得なんじゃないかなと思います。で ちょっととねねここででなんんすすごいい嬉しいお知らせがあるんです、ね、先ほどちょっと研さんと話すことができて僕本当にこの本をもっとみんなに読んでもらいたいでこのコースの内容をもっとみんなに知ってもらいたいと思ってちょっとさっきお願いしたんですけど、はい、なんとこの作り上げたオンラインコースなんですけれども、まあ、チャッターこの本にはチャプターが9つあるんですね。 で一つのチャプターについて、まあ、40分から50分ぐらいのオンラインレッスンが入ってるんですけれどもこの最初のチャプター空前っていうのをなんとですね皆さんにプレゼントしてもらうことが オッケーになりました。やばいぜ。これまさかみたいな話で。けん、はい、さん、本当にありがとうございます。いやいや、あのー、人生って、やっぱりこう偶然がいっぱい転がってるんですよ。うん、で、そのチャンスをどう掴むのか、結局。うん、今起業家の話とかね、芸能人とかスポーツ選手とか。うん、みんな、その普通に落ちてる偶然を拾って、今の位置に行ってるんです。うん、なので、皆さんにぜひその偶然っていうものを拾ってもらいたいなと思って、うん、これを。 プレゼントしたいいいと思います。いやありがとうございます。はい。で、前にあの僕の LINE に友達になってくれた方にも、あのこれをみんなにあの改めてメッセージで送りますので、本当にそこからボタンを押すだけで、LINE のメッセージからボタンを押すだけで、えー、あのこのね、あの40分のギフトが見れるようになりますので、ぜひみんな時間があるときに見ていただければと思います。If you could check it out, that would be fantastic. もうすごいおすすめしています。いやケンさん、I'm a so happy we made this course together. Thank you so much. 本当にありがとうございました。ありがとう。